すごい余裕だった。余裕で落下点だったから。結構いい当たりだったから超えちゃうかなと思った。余裕だなと思った。完全にクロップ入ったよね。取った。だって足止まってたこれ。あれ？まさかと思ったけど。いやいや。まさかね。なんか逃げちゃったよボールが。まあまあ。いいよ打順がいいよ。今度は3人だった。あのね、1、2、3。あ、間違った。そうだとね、こう下がるんですよ。もっとね、立てていい。1、2、3、4、5。もうちょっとやってもいいけど、立てるイメージですよね。結構ね、寝てる、ほんと思った以上に、ただパッとって寝てんすよ、ヘッドが。惜しかったね。いいとこなしでしたよ、佐々木朗希が良かったから。その試合だけ、俺、丸を見せた。朗希が勝つ投手を権利で。だって一番面白かったじゃん。取ったり取られたりね。そいつ採用、さよならの時。最後、さよなら。あの、なんだっけ、外人。エバチェ、エチェバリア。パカーンと、あーいったー、すげえ。最後に、ようやくメジャーリーガーの本領。ショート守備見た、ね、この守備やばかったっすね。座ったまま。あれ、えぐいっすね。ところどころ良かったけど、やっぱ、ほんとにメジャーリーガーだった。鳴り物売りで入ってたんですよ。メジャーリーガーのだってショートって身体能力がずば抜けてるやつがやってるわけですよ。そうなんだよ。でも来年やったら花咲きそうじゃない。うん、そうっすね。おっしゃ。あとあのもう一人外人同点ホームラン打ってるんですよ、マーチンでしょ。あれが10月で話しなくて、あれだけ10月にもう1、2本打ってればこんな苦労しなくて優勝できた。はい、いらっしゃいませ。もう10月、誰らしないだろうね。レアード、そんなの阪神のもレアードはまあよかった。マーチがこれ、レアード、寿司ばっかり握ってくれた。お気をして、ナイスカットよ。もうチャンコン年はチャンスだったな、本当に。ホークスもこけて、ライオンズもこけてさ、全然優勝してないのに。まったく、追ってくんのかな、オリックスだよ、こんなの欲しないよ。誰が見に来ない日本シリーズ。オリックス対ヤクルト。オリックスヤクルトね。野村監督。しかも東京ドームだって。人数使えないから東京ドーム。あ、そうなの。え、そうなの。そう。東京ドームだから。そう。昔が使えない。昔一郎野村監督がさ、絶戦繰り広げてやったよね、一回ね、オリックスで。じゃあやべえじゃなかった。ホームランバンバン出ちゃう。ヤクルトとオリックスからね、ホームランバッターいっぱいいるから。9年もね、確かに。吉田出てんの。空調。巨人とないし、ドームの数かな、ね、関係ないかね、電気代もったいない止めてるドームの数は絶対吹いたからね、絶対いい気持ちいい数吹くんだもんだって心地いいのがさ、オッケーバッといいんだけどなまつい高橋見るから絶対打ったと思います来週よろしくお願いします。やっつけたいんで、このこいつのチームを。
あー、オッケー。でも藤宮さんはこっちでやるの。そう、じゃないと困るよ。あれだよね、あの左ピッチャーのちょっと、あの、スポケの あれがね、来れないんですよ。あ、来れないの。よっしゃ。え、違う違う、でももっと入るのがいいです。俺、歌も打ちたかったのに、あの人。いやいや、あの、やり大学やり投げ上がりのすげーのがいるんですよ。またそんなギュンギュン大学やり投げ2つで、いやそれとんでもねえのがいる。え、でもちょっと、おっしゃー、おっしゃー、今度カメラいいよ、今度いいよ。左へ右へ。一試合日本初のチーム史上初じゃない？伊藤ちゃんがいたかな。あ、昔は昔はどうか感触が正直悪いですよ。いや悪いんだよ、多分とっても飛んでると思う。すげえ伸びたもんね。なんかボール打ってるからな、押し込んでる感じゃないですか。勝手に弾いてる。はい、伊藤ちゃんが出てるから。オッケー、最初マッチャー、ヒットヒット。あれは触ってねえから分かんない。あれは触ってねえからヒットライト前が触ってたらねえだろ。感触がどうなんだろうなと思って。ライト前ヒットだね。あれライト前ヒットって詰まったから嘘くせえだろ。セカンドないやつだな。ヒットヒット飛んでるんだ。正直言ってくれから。ああ、だかんでますアイアンだっていうよりライト前はなんとなくいいじゃないですか。正直、日曜の相手チームだったら、あれ、両方とも取られてたな。ライトもあれ、エラーって、なんか、ドライショーは超えてたよ。あれ、これ、あれは完全に読みで超えてた。レフト、超えてた。ライトは、あの、チームでスライスしてたんだけど、マジ？さっき、前回3タコ、今日2タコ。ダメだ。でも、で2割ちょうど。見てさせて。
さあ、2人返しちゃおう。いや、ツアーだ。はい、ツアーだ。はい。もう一回中村君に増してやりたいな。いやいや、もう。邪魔する。どうぞ。つまどつまど。本当に。邪魔だな本当に。泳げ。おない。まあもう1イニングいけるかも。